最近はいろいろ大変だった。会いたいわ。サニーもケイもあなたに会いたがってる。あなたは全然ここにいないし。僕にどうしようって言うんだ。このチャンスをつかむのにかなり時間がかかったのに今さら諦めろって言うのかよ。一緒に話した夢を全部叶えられるチャンスかもしれないんだよ。望んでいた人生をようやく手に入れられるんだよ。私は今の人生が好き。僕もだよ。僕もあなたのこと誇りに思ってるわ。それだけは知っておいてほしい。遠くに行くってのはどう？ああ、ビビアン。本気よ。ここにいる理由はないでしょ。家を売れるわ。物も全部売れるわ。そして放浪するんだ。ボートに乗って遠くに行けるわ。それでどこに行くの？風の吹くままによ。陸地に突き当たるまで止まらないの。無人島だね。そう。まさにスイスのロビンソンだね。いい案だと思うわ。星空の下、砂浜の上で眠れるわ。あなたは子供たちに釣りを教えるの。そして風向きが変わったらまた船に乗るの。毎日水着姿の君を見るのも悪くないね。じゃあそうしましょうよ。ビビ、お願いだ。幸せになれるのよ。幸せな人生を俺ら、それだけ。マダム、知ってたんだ。話したくないんだ。どうして分かってくれないんだ。あなたはいつも話したくないわよね。もし話し合いできないならおしまいね。もう終わりにしましょう。それで何が起きてるの？ママ、パパ。イエーイ。ケイ、起きて起きて、遊ぼうよ。そんなことして脅さないで。脅しなんでしょ。話したいふりして、実は話したくないんだね。あなたは私に正直になってほしくないだけ。喧嘩したくないだけさ。やめてくれ。言うから。アダム、質問に答えて。
本当にこんなに不幸なの？それじゃ満足しないんでしょ。何が言いたいの？僕たちたくさんやりたいことがあったのに、君は家族を捨てたかったの？子供について話してたのはそっちでしょ。いつもじゃないよ、僕は君に惚れてた。信じられないわ。過去を書き換えるつもり？どうして渡り合えなかったの？仲間なのにどうして満足できないの？待たなかっただけ。別に無理にここにいなくてもいいのよ。なんだって？もし嫌だったなら、嫌だって言えるくらいの度胸はあった方が良かったわね。それか、立ち去ってくれたら私の時間を無駄にしなかったのに。子供たちを愛してるんだ。じゃあどうして幸せになれないの？どうして私たちだけじゃ満足できないの？愛してた。でも僕たちは幸せじゃない。子供たちにこんな思いをさせたらダメだよ。あの子たちもバカじゃないんだから。こんな風にいつもピリピリして、朝起きて君に怒って、夜寝る前に君に怒って、こんなの嫌だよ。自分のことが嫌いになっちゃう。もし別れたら、分かんない、そしたらまた本当の意味で親になれるのかも。ケイ、お姫様。
ママ、パパ、手放すのね。いつも答えを知っている存在でいてほしかった。いつも大きな存在だった。二人を人間として見るのも難しかった。私にとっては親でしかなかった。混乱していて何かを探っ、ケイ、ここだよ。大丈夫だよ。私にこれ以上何ができるの。わからないわ。どうして何もかも難しいの。どうして諦められるの。二人とも愛し合ってるのに、それは確かなのに、どうしてそんなに簡単に愛を諦められるの。ここにいてくれて嬉しいわ。待ってて。
の。自分についてたくさん学んだから。どうしたの？痛い。どうしてそんなことするんだ。そんなつもりじゃなかったの。待って。行かないで。私が何をしたの？お願い、本当にごめん。ジャック、私が何をしたの？何が起きたの？あなたには私が必要だった。